北海道第一区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。2017年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。1994年公職選挙法改正から2017年の小選挙区改定までの区域は以下のようである。 1996年の小選挙区制指向から5回連続で横道隆博が当選していた民主王国であったが2012年の第46回衆議院議員総選挙では自由民主党の新人船橋理美が接戦の末に横道を破り初当選した2014年の第47回衆議院議員総選挙では横道が船橋から議席を取り戻した 2016年には横道が引退を表明。2017年10月の第48回衆議院議員総選挙では、横道の後継で立憲民主党から出馬した道下大輝と船橋の一騎打ちとなったが、道下が初当選した。船橋も道内自民党小選挙区落選者で唯一比例復活当選を果たした。全国でも一票の格差が、 大きい選挙区の一つであり、有権者数は道内最多。2009年9月時点での推計人口は57万4196人であった。第49回衆議院議員総選挙北海道第1区解散日、2021年10月14日予定公示日、2021年10月19日予定投票日、 2021年10月31日予定第48回衆議院議員総選挙北海道第1区解散日2017年9月28日公示日2017年10月10日投票日2017年10月22日当日有権者数44万3008人最終投票率60.27%第47回衆議院議員 総選挙北海道第1区解散日、2014年11月21日公示日、2014年12月2日、投票日、2014年12月14日、当日有権者数、49万592人、最終投票率 56.、56.23%第46回衆議院議員、総選挙北海道第1区解散日、2012年11月16日公示日、 2012年12月4日投票日2012年12月16日当日有権者数48万4486人最終投票率58.71%第45回衆議院議員総選挙北海道第1区解散日2009年7月21日公示日2009年8月18日投票日 2009年8月30日当日、有権者数、475,525人、最終投票率 72.、72.10%第44回衆議院議員、総選挙北海道第1区解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日投票日、2005年9月11日当日、有権者数、46万581人最終、 投票率 69.、69.34%第43回衆議院議員、総選挙北海道第1回解散日、2003年10月10日、公示日、2003年10月28日投票日、2003年11月9日、当日有権者数、450、744人最終投票率 59.、59.12%、 第四十二回衆議院議員総選挙北海道第一区解散日2000年6月2日公示日2000年6月13日投票日2000年6月25日最終投票率61.85%第四十一回衆議院議員総選挙北海道第一区解散日1996年9月27日公示日1996年10月8日 投票日、1996年10月20日、ありがとうございます。